慰霊の言葉。本日ここに第38回人を戦没者慰霊祭を執り行われるにあたり、鹿児島県遺族会を代表し47万6千余柱のご慰霊に謹んで慰霊の言葉を述べさせていただきます。三田村はすぐる大東亜戦争においてフィリピン方面での苛烈極まる戦闘に参加され、あらゆる困窮欠乏に耐え、祖国の繁栄と民族の安泰を念じ優先奮闘されましたが、無念にも不運つたなく再び祖国の土を踏まれることもなく遥かに懺悔されましたことは誠に痛恨の極みであります。そのうち4147柱は遺骨収集団のご奉仕により昭和42年12月30日懐かしい祖国に無言のご帰還を果たされ、遥か人を望むこの開門山麓の継承の地花根海岸に永久に静まりたまいました。その後開門町のご協力により聖域は年々整備され立派になりました。遺族として誠にありがたく厚く御礼申し上げます。先の大戦が終結しましてから早59年の歳月が流れました。この間我が国は目覚ましい復興を遂げ、現在の平和と繁栄を築き上げました。そして他の歴史に比類のない半世紀以上も自由と平和の恩恵を享受いたしております。その陰にはこの美しいふるさとを再び見られることもなく祖国を守られた皆様方の尊い犠牲のありましたことを決して忘れることはありません。しかしながら今は戦後生まれが中心となり、先の大戦のことは人々の心から遠く忘れ去られようとしております。一方世界情勢はテロやイラク北朝鮮問題、つい先日は中国人の尖閣島に上陸という厳しいものであります。イラクの復興支援に派遣された自衛隊員にありし日の皆様の姿を重ね、ひたすらご無事を祈っております。私ども遺族はいかなる情勢になろうとも大東亜戦争の正しい歴史と祖国日本に命を捧げられた尽忠報国皆様のことを死死孫孫に風化することなくしっかりと語り伝えていかねばなりません。今年も元旦に小泉首相は靖国神社に参拝なされ、4年連続の参拝となりました。私どもは深く感謝申しをともに、今後とも継続定着をしていただくよう運動を続けてまいります。おかげさまで妻の特別給付金の手続きも順調に進み、早速この4月より支給されます。これもひとえに御霊のおかごと深く感謝申し上げます。そして来年最終召喚を迎える特別弔慰金の継続増額の実現に向けて強力に運動を推進してまいります。遺族も年々高齢化してまいり、今後は遺児を中心として再編成し英霊の検証を第一に活動を続けてまいりますので、今後ともより一層のおかごとを賜りますようお願い申し上げます。春の訪れとともに鹿児島の桜も皆様方の勲を称えるかのように咲き始めました。今年は再会を楽しみに遺族らが各地より一同この防碑公園に集まっております。
遥かな人とつなぐこの最短端の地より、祖国日本の末永い平和と繁栄をお守りくださいますようお願い申し上げます。今、大前にぬかずき、改めて尊崇の誠を捧げ、感謝の意を表し、心からご冥福をお祈り申し上げて、異例のお言葉といたします。御霊らよ、安らかにお静まりください。平成16年3月27日、財団法人鹿児島県遺族会会長、尾辻秀久、代読上村芳子。